皆さんこんにちは、アイリです。今日ですね、久しぶり GU とユニクロでお買い物してきました。今日見てたら可愛いお洋服がいっぱいあったので買ってきました。あと他にもちょこちょこ購入しているので、今日は購入したもので春のコーディネートを紹介したいと思います。よかったらご覧ください。それではスタート。はい、まずは購入したものを紹介しようと思います。ユニクロから行きましょうかね。一つ目はこちらです。ワイドリブスクエアネックブラタンクトップ、ホワイト M サイズの1990円です。ここのスクエアタイプっていうのが可愛いなと思って、今回春のアイテムに取り入れたいなと思って買ってきました。次はこちらです。 3D コットンパフスリーブセーター5分袖グリーンの M サイズ2990円です。かっこかわいい。そう、今年ね、ピスタチオのカラーとっても人気ですよね。今季ユニクロから出ている 3D コットンシリーズが私すごく気に入っていて、そう、形がね綺麗なんですよ。体の線も綺麗に見せてくれるので、このシリーズが好きなんですけど、今回この5分袖でピスタチオのカラーがすごくかわいいなって思いました。次はこんな感じのロングスカートです。こちらがグレープギャザーロングスカートナチュラル M サイズ2990円です。やっぱりね、春になると白っぽいスカートが履きたいなと思うんですけど、真っ白だとちょっと汚れが怖い。でさらにお値段が高いとまたそれも怖い。そうなんですけど、これはお値打ちで真っ白じゃないんですよね。ちょっとだけベージュかかってるような、グレーかかってるような上品な色なので、透け感も気にならなさそうだったので、でこれがレーヨンが 52% ポリエステル 48%、 ちょっと微妙な感じはするんですけど、はい、まあお値段がお値打ちなので、はい、こちらね履くのが楽しみです。次はユニクロ最後です。また白っぽいのまた白買っちゃった。ハイライズスキニージーンズビューティーコンプレッションって書いてある、ウエスト25の3990円です。生地もねしっかりしてるし、白いパンツも毎年ね汚れちゃったりするので、こうやってお値打ちな価格で買うことができるのは嬉しいですね。しっかりしてるんですよね。次は GU で購入したものを紹介します。まずはこちら、ボーダーヘビーウェイトティー5分袖オフホワイト S サイズ990円です。ちょっと珍しいでしょ、私。そう、ボーダー着たいなと思って、あんまり着ないんですよね私。確かに、そう、確かにって自分で言っちゃうんですけど。でポケットもあって、なんか可愛いなと思って、今回ね T シャツっぽい形ではあるんですけど、 T シャツの生地よりちょっと厚めです。そう、しっかりしてる生地が。次はこちらです。リネンブレンド 2way ブラウスホワイト S サイズ1490円です。これね、こちら側でもいいし、こちらでも着られる 2way なんですよ。私なんかこっちが可愛いなと思って、で袖のところがちょっと折り返しがあって、それでリネンブレンドって書いてあるんですけど、麻が 55% 入っているので涼しげですよね。爽やかに見えるかなと思って、きれいめにもカジュアルにも合わせられそうなので、今回こちらを買ってみました。次はこちらです。コットンブレンドコクンカーディガンベージュ M サイズ2490円です。ベージュのカーディガンが欲しかったんですよ。ちょっとゆったり着られるような、去年白いこういうカーディガン買ってるんですけど、それも重宝したんですけど、ちょっと今年ベージュが欲しいなと思って、で前回は S サイズを購入してるんですけど、今回はゆったり着たいなと思ったので M サイズにしてみました。次はこちらです。かわいい、ね、色味がかわいい。これがストレッチテーパードパンツ M サイズ1990円なんですけど、このピンクのカラーすごくかわいいなと思って、 GU のテーパードパンツはこのくすみ感がすごくいいなと思って、でさらに少し濃いめなので透け感も気にならないし、お上品なカラーっていうのかな、履きやすいピンクカラーだなと思って、これをね一目惚れしちゃった。これネイビーっぽいカラーもあったので、それもちょっと欲しいなって思うぐらい、これすごくいいなと思いました。次はこれもね
すごく履きやすそう。こんな感じの、これがリネンブレンドワイドパンツブルー M サイズ1990円です。朝が入っているので夏とかまで涼しく履けるんじゃないかなと思って、履きやすそうです。これそう、ゴムだし、そう、ここゴムだからね、そう、それも助かる。次は靴を2つ買いました。すっごく可愛いのがあったんですよ。こちらまずはこちらから紹介します。マシュマロローヒールパンプス、オフホワイト24センチを買いました。白いこういうパンプスを持ってなくて、でちょっとねヒールが低めのものが欲しいなと思ってたんですよ。そしたら見つけた。そう、しかもここパイソン柄ですごい可愛いと思って、もうお値段がお値打ちだから、もういっぱい汚せる、もう気にせず履くことができるのがありがたい。そのどうしてもね白い靴履くの勇気いりますよね。そう、安くてもちょっと勇気がいるんですけど、これだったら気兼ねなく履けそうだなと思って、はい、よかった、いいものに出会えた。これもで、もう一つがこちらです。これがエアリーセパレートエスパドリーユ M サイズ1490円。ここがレースのものとかもありました。ちょっと悩んだんですよ、レースのも可愛いなと思ったんですけど、落ち着いたシルバーで使いやすそうだなと思って、でこれがめちゃくちゃ軽いんですよ。びっくりする、小指でも持てるぐらい、まあ小指で持ってないんですけど、小指でも持てるぐらいすっごく軽くて、もうなんか履いてないかのような軽さ、うん、本当にびっくり。ユニクロと GU の購入品は以上なんですけど、そのお洋服に合わせたいなと思っていくつか購入したものがあるので紹介していきます。まずはこちらです。ネットで購入したんですけど、ネイビーのジャケットです。生地はすごくしっかりしてるんですけど、裏地がないのでゴワゴワせずにちょっと肌寒い時に着たいなと思います。これも後で合わせてみます。お楽しみ。次はこちらです。コンバースのハイカットスニーカーのベージュです。これも前から欲しいなと思ってたんですよ。今回ね、あのユニクロとか GU で購入したものに合わせたいと思って今回こちらを選びました。次もねロングスカートなんですよ。なんか私最近ロングスカート好きみたいで、パープルのチュールスカートです。もう一重にこのパープルのカラーがすっごくいいなと思って、そう、これめちゃくちゃいい色味です、私の大好きな色味で。でこれがリアルキューブって言うんですけど、こちらもネットで購入しました。あとこのチュールスカートなんですけど、これ1枚じゃないんですよ、これ2枚重ねになってるんですよね。そう、ちょっと分かりづらい、どうやって伝えたらいいんだろう。裏地に行くまでの間にこのチュールの部分が2枚あるんですよ。そうすることでね、ちょっとボリュームも出るし、またふんわり感とか可愛く見えるんじゃないかなと思って、はい、これを履いてみるのが楽しみ。はい、ということで以上が購入品の紹介でした。で今回私はパルテというアプリで春コーデを参考にしました。このパルテっていうアプリがもうすっごくよくて、ちょっと紹介させてください。そう、本当に私気に入っちゃって、もう毎日それでチェックしてるんですけど、はい、では一緒に見ていきましょう。ではパルテを開きます。そうするともうおしゃれ、もうすごくおしゃれなコーデがたくさんあります。そう、有名なインフルエンサーの方がコーデを紹介してくださっているので、もうすっごく素敵なんですよ。そう、すごく参考になる。で私がお気に入りなのはこの王冠マークを押すとアイテムランキングっていうのが出るんですよ。今すべてになってるんですけど、横にトップスとかパンツ、スカート、ワンピースなどアイテムごとのランキングを見ることができます。それもすごいありがたい。そう、今このワンピースだと1位は GU ですね。ちょっと開いてみます。コーデから商品をチェックすることもできるんですけど、アイテムをチェックしてこの下の方に行くと、このワンピースを使ったコーデが紹介されてるんですよ。これがめちゃくちゃありがたいです。そうで、さらにこの下にお洋服だけじゃなくてバッグとかも紹介してくれてます。ここのこのリボンのマークを押すとお気に入りに追加することもできます。そう、自分だけのお気に入りに。そう、それも後から見直すときにすごく便利だし、もうさらにさらにもうさらに何個いいのって感じなんですけど、めちゃくちゃいいのがこの GU で購入する押すと、もうワンピースがすぐ買えちゃう。そう、サイトに行けるんですよ。これもすっごく便利だなと思います。もう私これいつも見てます。自分だけだと生み出せないコーデがパルテだと教えてくれるので、もうすっごくありがたいです。
それでは今回購入したものでコーディネートを作っていきたいと思います。はい、こんな感じで合わせてみました。爽やか。このグリーンがねすごく爽やか で形もやっぱり綺麗ですね。でスカートも透け感も大丈夫だし、すごく履きやすいです。でさらにこの GU のエスパドリュもうすっごくいいです。これ何回もすいません足上げちゃいますけど、これすっごくいい、めちゃくちゃ楽です。次のコーデはこちらです。ピンクのこのパンツもうすごく可愛い。でこれ結構ゆったりしてるので線が響かないのもすごくいいです。リネンブレンドのシャツは前だけインしてます。これも後ろゴムだからそう楽ちんだし、とっても爽やかでこれもすごく気に入りました。次はこんな感じです。ちょっと私には珍しい感じのワイドパンツですよね。ちょっとかっこいい感じになりますね。そう色味もすごくいい色味。このユニクロのスクエアのタンクトップも着やすいし、で上にざっくりとこうカーデを羽織るのも可愛いなと思います。こんな感じでそうこれ閉じてもいいと思います。あ、これもすごい良かった。おー、可愛い。はい、こんな感じで着てみました。そう今回はねちょっとカジュアルな感じで低めのパンプスとかスニーカーを選んでるんですけど、このコンブレと白いスカートを合わせたコーデをパルテで見て、あ、すっごく可愛いなと思って、その中にボーダーを合わせたいなと思って今回ボーダーを買いました。そうこんな感じで、ちなみに T シャツだけだとこんな感じです。次はこんな感じに合わせてみました。そう先ほどのスニーカーはそのままでチュールスカートを履いてみました。で GU は 2way だったのでボタンを前にして着てみました。このパープルのスカートがすごく可愛い。そう色味がすごくいいしシルエットが綺麗なんですよね。そうすごく綺麗です。はい、こんな感じです。あー、これもいいですね。なんかね、もう出かけたくなっちゃう、カゴバッグ持って。はい、最後のコーデです。ユニクロの白デニム履いてます。で最初に着たピスタチオカラーのトップスを着て、ネイビーのジャケットも先ほどと同じものです。ちょっときれいめにしてみました。で白デニムはちょっとねお尻のラインをね見せたくないなって思うんですけど、こんな感じでジャケットで隠しちゃえば気にならないので、はい、こんな感じですね。はい、ということで今日はユニクロや GU などの購入品を紹介しました。久しぶりに GU とユニクロに行ったんですけど、可愛いお洋服がたくさんあってワクワクしました。これもねすっごく可愛いなって思います。なんか今見てるだけで、あ、いいなと思って、このカラーとデザインすごく好きです。動画内で紹介したパルテは旬でおしゃれなコーディネートがたくさんあって、さらに私の大好きな高見えするコーデがね多いので、今すごく参考にしてます。お洋服もすごく参考になるんですけど、小物の使い方もすっごく参考になるので、ぜひぜひアプリをダウンロードしてチェックしてみてください。で今日紹介したコーデは私もパルテに投稿しているので、ぜひそちらもご覧ください。概要欄に詳細の URL を貼っておきます。ということで少しでも参考になったら嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。はい、今日紹介したお洋服はどれもすごく気に入りました。そうこのグリーンもいいし、 GU のピンクのパンツもすごく可愛かったですね。はい、ぜひぜひチェックしてみてください。